はい、はい、ということでですね、もうレーンの走り込みと、はい、もうなんか ラネとか言ってた時代が懐かしいですね。はい、そうですね、いうことでございますが、もう散々ですね、これ映してるから分かると思います。はい、レーンの新作の12ですね。はい、ひょっとしてですね、あの本当旧石器時代の方はですね、はい、ターンテーブルなのにアームがないじゃないかと、いうふうで、あの思ってる人がいるかもしれませんが、はい、これはあのコントローラーということでよろしいですか。そうですね、コントローラーですね、うん、はい、まさにですね、はい、マセラートプロの、コントローラーというところで、まあ、ポイントっていうのはどんなところがポイント。どうでしょう、もう本当にいわゆるアナログのターンテーブルの操作感に近いところっていうのが一番のポイントでだと思いますし、うん、で針とかその複合的な要因がないので、うん、安定性がものすごいと、うん、探偵の使用感で安定性が あるっていうのはもう最強なんじゃないかなと、うん、なるほど、はい、結構そのターンテーブルの状態とかでセラートの反応性がすごい悪くなったりとかっていうのが多いので、それがもう一切ないですよね。だからもうぶっちゃけさ、はい、現場でセラートしか使わないっていう現場って、はい、もう結構多いじゃない。そうですね。だったらもうこれにしてもらっても構わないぐらい。ちょっと寂しいけどね。まあまあ寂しいですけどね。うん、ちょっと寂しいけど、ぶっちゃけ、はい、はい、ぶっちゃけありですね。ぶっちゃけありですよね、はい、それかさ、これいきなりマニアックな話しますけど、はい、ここにさアームベースつけてさ、はい、これアーム入れてさでオーディオ信号はさ別にアームから取ってこっちに入れればターンテーブルになります。なるほど、なるほど。SME のアームとかホルドホンとか、あのオタレコのグランツっていう60万円ぐらいのアームも今下にありますから、うんうんうん、はい、もう本当のターンテーブルですね。じゃあアームレスの、そう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 、はい、箱だけで、そういうこと、まさにそういうことですね。だからテクニクスの、はい、あの SP10 とかみたいなみたいののミディ機能がついたみたいな。ちょっと似てますよね。もう何言ってるか多分分かんないです。今日はあの気合の入った人しか、もう、あ、いいか、もう切り捨てますね。もういいですよ、どんどん行きましょう。はい、いうことでございます。はい、あの、自走式のですね、かつては CDJ がありました。はい、まあ、デノン DJ ですね。はい、から出てた、DNS、3900とか、はい、まあ、3000だとベルトドライブでしたけどね、ダイレクトドライブはこれはもちろん入ってると、はい、あとヌマークの CDX ね、ヌマークの CDX とかね、はい、もう、フルサイズで中にダイレクトドライブのモーターが、はい、でもこれは、本当にもう CD でもなくて、はい、本当にミディのコントローラーコントローラー、まあ、かなり堅牢にできてるなと、はい、そうですね。でもう実際ものを見ると、はい、これ予想をですねはるかに超えてきてますね。来てますよね、はい、まずですねちょっとアップにしていただいて、この質感伝わんないと思うんですけど、プラスチックじゃないもんね、うん、そうですね、まずね、うん、で結構ね、結構とかめちゃくちゃ重いっすわ。怪我しますね、うん、怪我する感じですね。で、ちゃんとダイレクトドライブのモーターも入ってるし、だからここまで来ると結構精神とか、そういうところにも関わってくるんで、なんていうんですか、もう本当に回転の安定感もかなりすごいですし、もうなんていうか、本当はもうなんか十何万とかでもいいぐらいな感じはしますよね。はい、そうですね。なんかターンテーブルのちょっとこう横長なやつを正方形にして、それでちゃんと出したっていうぐらいな感じですよね。でデザインもかっこいいし、うん、という感じですね。まあこれ説明といってもすごいシンプルはシンプルなんですけど、はい、まずあの自走式だというところで、はい、ちょっと回してもらって、はい、皆さんにちょっと、まあ画面で伝わりづらいかもしれないですけど、あ、まずオンオフか。そうですね、これはもうあの、うん、従来のよくあるターンテーブルのオンオフに近いですね。ですね、うん、でこれでオンでスタート、うん、キッ、今ついてない。あ、これでいいです。はい、あ、
って思うんですね。うん、でディフェンダーを考えちゃうと、これもよく、よくあのアナログの人がやってたよ。もう本当に操作感がアナログターンテーブルと同じ感覚ですね。はい、レイテンシーとかに関してはどんな印象ですか、タッちゃんは。ないですね。ない。ないに近い感じですね。うん、かなりほぼないないと言っても過言ではないよな、ね、本当に。うん、なんかやたらと一体感を感じるね。そうですね、やたらと。うん、しかもちゃんと丁寧にこうスリップマット、プラッターがあってスリップマットがあってっていう風にしてあるんで、うんうんうん、その針が乗ってないだけみたいな、そういうことですよね。はい、うん、そこもやっぱりこうアナログ探偵で慣れてる方だともう申し分ない使い勝手なのかなっていう感じがしますね。なるほど、使い心地ですね。はい、トルクのアジャストがあるんですよ ね、 すね、はい、下の、ダイレクトドライブのモーターのですね、回る強さを変えるモードがあって、はい、2段階あります。こちらにございますけど、あ、これ ちなみに電源ケーブルこれじゃないですからね。適当にあったんですけど、だけ。で、これローにすると、これ多分 SL1200 に近いようなトルクになるんですか、ね、っていうと、ちょっと戻りが遅いですよね。うん。うん、1200っぽい。そうですね。うん、1200っぽいよね。うん、で、こっちだと最近の、そうですね、ちょっとトルクの強い、うん、PLX10 とか、スタンドとか、ST150 とか、ST150 とか、アルピン7000とか、うん、ですね。うん、ですね。すごくいいですね。すごくいい。すごくいい。両方できるってことですね。すごくいい。で、これは、なんか、これは完全固定止めるやつですよね。ね、これ EP アダプターじゃなくて今そう言おうと思った。EP アダプターじゃないんです、実は。これレコードがあってですね、止めです。いう感じです。だから、ミックスとかするときに、軸でいろいろやりたい人いるんですけど、ちょっとやりにくいかもな。ああ、ちょっと短いですね。あ、でも、あ、全然できるかも。これができるのがいいですね。うん、間違いない。あ、うん、そうだ。っていう感じですね。うん、素晴らしい。素晴らしい。で、ピッチコントローラーなんですけど、プラスマイナス8ですね。はい。はい。うん？変わってないじゃん。今変わらなかったです。あ、多分キーコントロールがついてて、あ、黄色くなってる、あ、黄色くがついてて、うん、分かりづらかったかもしれないですね。あ、そっかそっか、あ、変わってんだこれ。あ、そういうことね。あ、はいはい、ですね。うん、はい、うん、で、プラスマイナス16。おー、はい、で、50、プラスマイナス50ですね。いいですね。で、この、ピッチコントローラーの質感も、かなりですね、もう普通のミディコンのもうとは一線をですね、もう全然違うよね。そうですね、うん、もう本当プロっぽい感じがしますよね。はい、うん、で、あとですね、これか、これですね、3345と。でこれはレコードプレイヤーではないので、なぜ45がついてるのかっていうことなんですけど、はい、SL1200 とかを使ってですね、例えば DJ のルーティンを作ってる人とか、はい、あとは、その45回転サンプリング的な感じでこうネタを使いたい人とかのために45がついてると、うん、より実際のターンテーブルに近い感覚でやれるようにしてるってことですね。そういうことですね。で、あとはですね、Q モード
まあ、パターンが切り替えれるんですが、このパターンにするとですね、早送りができます、うんうん、はい、これはあのかなり便利ですね。そうですね、はい、であとはですね、これにするとですね、ホットキューが出ます。今これとこれの2個だけになってますね。さっきの、まあ、例の、572かでやりますけど、ちょっとめっちゃ分かりにくいな。ちょっとポイント設定しよう。うん、はい、次の下りからいこう。まあいいや、まあこんな感じで今こっちで打ったホットキューはもう打たれてて、はい、ここに出てるわけですよね。そういうことです、はい、追加します。でちょっと打ってみましょうか。ここでもできると、うん、結構ね違和感ないですよ、思ったより。結構思ったより違和感ない。そうですね、うん、はい、という感じです、はい、で通常ですね、これもミリコンになりますので USB でパソコンにつないで使ってもらうと、はい、いうことになるわけなんだが、はい、これからがすごいと、はい、72の場合は、ハブがですね、ちゃんとございますので今、72とですね、もう直接72につなげて、はい、でそれを、1本の、USB でつなげてパソコンにいうことに。12のこの USB の出力はこの72のこっちに入ってるわけですよね。ですです、はい、いうそれだけです、はい、はい、感じですね、はい、もうこれはね、あ、それで、セラート DJ につなぐときなんですけど、はいはい、このデック1、デック2、デック3、デック4ってありますけど、はい、これで割り当てていただくという感じになります、はい、当然これ右のデッキだからデック2になって、こっちは、左のデッキだから、デック1になってるという感じですね、はい、でこれで、はい、逆に言えば1台でもできるっていうような。ああそうか、で聞き入りかしとけばいい。ああ確かにね、そうそれもできるよね。あ、今あのこっちがロックされてるから、ロックだったらどうぞ。っていうことですね。まああのですから一回撮ってみましょうか、はい、これで取りました、うんうん、でそうすると、2番でもできるという感じですね、うんうん、はい、今1番で、ね、うん、はい、で、2番をしました、はい、で、何しようかな。じゃあこれで、あ、あ、間違えた、俺こっちでやった。ちょっとごちゃになっちゃいました。しこりそう。ドラッグしなかん。うん、間違えた。まあいいや。インスタントダブルね。あー、インスタントダブルの方がいいかな。まあいいや、まあ下でこれでやります。あれ、ああ、で、デッキを2にしてもらえば、うん、で、じゃあ今度1でバックスインするよっていうのが、デッキ切り替えボタンで4デッキ一応コントロールできるって。そうですね、大変だけど、大変だけど。という感じで、
ございます。素晴らしいです、ね。はい。